こんにちは、宮下紀穂です。今日はですね、ちょっと撮るのをお手伝いしてもらうんですけど、ちょっと前橋でこんにちはって感じなんですけど、今日は何をするんですか？今日の企画は聞いたことない料理を作ってみた。どういうこと？料理名、自分が料理名を言うんで、それをこれから買い物行って、食材買って、それを料理してもらいます、オッケー。食材も自分で選ぶってこと？自分で選ぶ。全部？全部。あ、じゃあヒントなし？ヒントは一回、なんか聞きたいことがあれば、一回だけ受け付ける。オッケー。お題はカニと卵のクロケット。これを作ってもらいます。わかりました、はい、じゃあ今日はカニと卵のクロケットを作ります。じゃあお買い物に行きます。スタート。お買い物から帰ってきました。カニと卵のクロケットの、まあ、買った材料を紹介します。まず、カニと卵って言ってるから、まあ、カニかなみたいな感じで、まあ、カニいなかったから、カニカマ。カニカマと、まあ、卵って言ってるから、卵。と、あと、なんか、野菜使いそうだったから、キャベツ。と、海鮮入ってるかなみたいな感じで、エビ。と、カットトマト。味付けね。と、バジル。と、クロケットがわかんなくて、なんかおしゃれそうだから、パイシート。買いました。ヒントは？ヒントはパリパリと音を立てて噛むことをクロケと言い、それが料理名と言われていますっていうのがヒントです。買い物の時にヒント聞いて、パリパリしてたらクロケットらしいからパリにしました。ということで作りたいと思います。カニちっちゃいからね、こんだけしかないから、いっぱい作んないと多分クロケットにならないから、いっぱい使います。全部このいらない、全部ほぐして入れます。リアクションせえこれはカニだと思ってね、カニカマをほぐして、でもこれさ、よく考えたらさ、カニと卵とエビにならない？いや、いいんか。カニと卵だったらいいよ。カニと卵とエビでもカニと卵入ってればいいんだもんね。エビを入れまーす。じゃあエビもね、いい感じだったから。エビ入れまーす。エビ全部。少ないからね。エビ全部。今こんな感じ。これにキャベツ入れます。洗うよ、切ってから洗う、心配性だねいつも洗ってます。いつも洗ってるよ。いつも洗ってないみたいになってたからね。キャベツも、まあね、主役側の子たちだから、まあ、適当に切ってね、入れればいいと思うんだ。こんな感じで、ゆっくり入れます。
好み焼きみたいになってない？お好みだね、これカットトマト逆なカットトマトこれを開けておくだけで、味付けしなきゃだから、とりあえずブラックペッパーまあこういう時はどうにかなる、ね、大丈夫です。絶対おしゃれな料理だから、カニと卵のクロケット、いつもおしゃれな料理作んないからおしゃれな料理食べたくなったのかもしれない。そうやってさ、なんかやってくのやめな。そうでしょ、うん、運じゃない、話聞いてないけどいつもさ、みんなについられてる、うん、話聞いてない、本当にそう、全然話聞いてない。これを炒めます。カニと卵のやつね、を炒める。これはパイの中に入る具材になるから、こう炒めておきます。ほら見て、カニ玉。おー、これを作ったら、あ、ミス、忘れてた、この中にこれ入れる。トマト入れてこんな感じになります。美味しそうじゃない？今美味しそうじゃない？いや美味しそうだわ、もうこのまま食べた方がいい。あー怖いよー、多分このまま食べた方がいい。これを半分こするの、大体この辺だし、だから半分こします。スパイシート半分こ、パイシート半分こで、いっぱいしろよ。それにしても具の量多ない？具の量多すぎじゃない？余ったのはで食べよねって話。それ美味しいの？味見するね。美味しい、それおいしい。本当かよ。結構いるよ。いい感じだわ。想像以上に味なかったんで、チーズ牛は。お家にいろんなものがあるから多いな。そこからどうやって包む？閉まんねえ、閉まんねえ。ピーピーピーってするの、ピーピー、あー出てきた。くっついたよ。でも料理としてはぽいでしょって。うん、料理としてはね。これはお前が塗ったよ。こぼれちゃってるじゃん。取り焼きます。200度で、まあ最初20分ぐらい焼きます。はい、完成しました。これがカニと卵のクロケットです。いただきます。サクサクだ、サクサクだね。中身はこんな感じ。汚くない？こんな感じです。とりあえず食べます。いただきます。うん、うんうん、感想はいかがですか？おいしい。なんであの見た目から
いや、あの見た目はマジ美味しそうじゃなかったよ。美味しくない？美味しくなったね。めっちゃ美味しいよね。サクサクしてるし。ちょっとピザ風味なパンみたいな。うん、ピザ風味パイみたいな感じです。私のカニと卵のクロテッドはな感じです。まずこれ合ってる合ってない？ああ、せ。これ合ってる？合ってません。こんなおしゃれなのじゃないの？こん、うん、そんな、うん、凝ってないですね。あ、凝ってない。うん。凝ってないって。カニと卵のクロケットとは日本でいうコロッケです。カニクリームコロッケってこと？そのクロケっていうのはフランス語でそのパリパリ音を立てる噛むこと。だから音立ってんじゃん。立ってるけど。いや立ってるけど。じゃあ国違いだったね。なんかこっちイタリアっぽいじゃん。はは。実際は全然違うね。これです。カニと卵が入ってるコロッケですね。コロッケってこと？そう、エビは入ってません。カニクリームコロッケ、ほぼそういうことだね。コーン入っとるやん。まあ、合ってなかったけど、今回はおしゃれで美味しいものがお昼に食べられたから、OK でーす。これ本当に美味しい。美味しかったです。まあ、失敗っていうか、全然違うもの作っちゃったけど、コロッケじゃないし。でもまあ、美味しかったんで、成功ってことで。失敗な。第2弾も。第2弾も。お楽しみに。バイバーイ。